今回はふんわり卵の麻婆茄子の作り方を紹介します。ピリ辛の麻婆茄子に卵を合わせることで優しくまろやかな味わいになりますよ。それでは作っていきましょう。材料は乱切りにした茄子2本、卵2個、豚ひき肉 80g、ニンニク、生姜、青ネギ大さじ1です。鍋に油を入れ、180度の高温に温めます。油が熱くなったら、茄子を入れ揚げていきます。茄子は高温で揚げることで短時間で火を通し、旨味を引き出し柔らかく仕上げることができます。だいたい30秒くらい揚げれば OK です。茄子にうっすらと揚げ色がついてきたら引き上げます。鍋に大さじ2の油を入れます。溶き卵に軽く塩コショウをして下味をつけます。よく混ぜ合わせてから加熱し、油の中に卵を流し込み、軽く炒めます。卵が膨らんできたら、外側から内側に混ぜながら火を通していきます。半熟の状態で取り出しておきます。鍋に油を大さじ1入れ、ひき肉を炒めていきます。ひき肉を入れたら強火にして一気に炒めていきます。お釜でひき肉をひっくり返すようにして火を通していきます。鍋が乾いてきていたら油を少量足してひき肉を炒めます。ひき肉をこのくらいまでしっかりと炒めたら、ニンニク、生姜、豆板醤小さじ1を入れ炒めます。ニンニク、生姜のいい香りが上がってきたら、紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油も大さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れていきます。鶏ガラスープまたはもとを溶いたものを 200cc 入れます。砂糖を小さじ1と味の素を少量入れます。揚げたナスを入れ軽く入れます。水溶き片栗粉を大さじ2くらいを2回に分けて優しく入れていきます。水溶き片栗粉を入れたらよく混ぜてとろみをつけます。2杯目も同じようにして入れてよくとろみをつけます。青ネギを入れ、香り付けのごま油を少量入れます。最後に半熟に炒めた卵を合わせて完成です。
皿に盛り付けます。これでふんわり卵の麻婆茄子の出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。